田村市と大熊町の境です。どこまで行けんのかなと思ってちょっと行ったら、鵜飼、まあ自分は許可ないんで入れないんで、鵜飼のところが検問という感じじゃないですけどもありました。入って行ったら怒られるんで、さすがに自分は行きません。大熊町ちょっと入ったらもうダメでした。でこっちは田村市宮古寺地区ですね。宮古寺地区は人がちょっと戻ってます。封鎖されてた宮古寺地区、解除された宮古寺地区ですね。田んぼです。田んぼに稲が植わっております。田んぼ復活ですね。やっぱ田んぼがなきゃね。